チェンマイ教区チェンマイ教区は、台北部にある、市教区。万国大市教区の属市教区。チェンマイ県、ムアンチェンマイグンタムボンチャーンクラーン、ジャルーンプラテート通り225に、市教座を構える。この市教区は89,483平方キロメートルの面積を持ち、チェンマイ県、名本総音県、ラムプーン県、ラムパーン県、チェンライ県、ナーン県、 パヤオ県、プレイ県を管轄する。2001年の時点で、教区内の580万人の住民のうち、36,518人がカトリック信者である。この教区は1959年11月17日にチェンマイ大牧区として発足。1965年12月18日に、市教区に昇格した。チェンマイ精神大聖堂市教座聖堂は、 無安遅延米軍の遅延米精神大聖堂。北緯18度46分30.5秒統計99度、0部11.2秒。北緯18.775139度統計99.003111度。18.77513999.003111。現在の聖堂は1999年10月30日に3代目の。 司教座制度に就任した。最初の司教座制度は1931年に就任。さらに1965年2月28日に2代目の司教座制度が落成し、就任している。精神カレッジと幼稚園が教会設立後、1932年に教会の近くに建設された。開設当初、学生数は40人しかいなかったが、 現在では4000人以上。近年、英語プログラムを創設した。英語プログラムの受講者は100名程度で、16人の生徒と先生2名小クラス制を取っている。カレッジは私立であるが、政府によって授業料が低く抑えられており、私立インターナショナルスクールよりも安い。ありがとうございます。